岸田総理が今日ですね次の総裁選に出ないことを明らかにしました、一体、自民党、どうなっていくのか、解説してもらいます、はい、この時間は、ジャーナリストの武田和昭さんにお話を聞いていきます武田さん、よろしくお願いします改めまして、この新総裁のもと一致団結して、真のドリームチームを作ってもらいたいと、岸田総理からのお話もありました、ただ、武田さんに聞きたいのが、なぜこのタイミングだったのか、うんうん、そのあたり、どうでしょうか。はい き今日の記者会見では、岸田さんが言ってたのは、ですね昨日モンゴルの首相と電話会談をした、はい、これで、えー、この夏の外交日程に一区切りがついたので、それで今日にしたんだというふうに言ってますけれども、うん、自民党の中でそれをうのみにしてる人はいません。むしろですねその この後の総裁選の日程が今度8月20日に決まりますから、その後と、お盆が明けると、岸田さん出るのか出ないのか、辞めるのかどうなのかとなって、もし辞めると、そこで引きずり下ろされたっていう感じが強くなりますから、一歩先んじて、サプライズで今日不出馬の表明をしたという見方が大勢だからあまり悪いイメージで、一歩退くという形にはしたくなかったということですか。 そうですできるだけその自,分が自分が決断して早めにやめたんだということと一定程度影響力を残したいという、まあ、欲も感じますよね、<ー>会見を聞いた限りではね,でね、うん、今月の JNN の世論調査の結果見てみましょうか、こちらです、えー、総裁選で岸田総理が続投すべきかという問いに対して。 続投したほうがいいが17%交代したほうがいいが70%といった結果になりましたここのところの,その裏金問題であるとかあ<ー>、まあ、旧統一教会の問題であるとか、ねまあ、本当に問題山積だなというイメージなんですかねかその責任を取っていただくのはもう全然結構なんですが、うん、やっぱり問題はまだ解決されていないですし言ったらもう党の顔が変わるだけっていう可能性もあるのでやっぱりこう中身ですよね、おっしゃる通りうん、うん、何が今後変わるのかっていうのがあまりこう見えない。やっぱどうしてもバイ、うん バイデンさんんの不出馬表明と比較してしてまうんですよ、ね、やっぱバイデンさんはもう話してる時も笑顔がこう出てきたりだとか、やっぱりもう新しい世代にバトンを渡したいだとか、この任期はもう一生懸命頑張って自分が約,約束したことを絶対達成するんだというスピーチの内容だったので、それと比べるとちょっと違うなという印象がありますよね武田さん、やっぱりもう本当に変わることができるんかというところが一番みんな気になっているということですよねいや、まあ、実際にはですね。うん 同じ自民党、次に自民党の総裁になる人は自民党の人ですから、そんなに大きく変わるっていうのは、あんまり期待しない方がいいんですよね。ただし一般の人から言うとこれは 若い人がなったりして次岸田さんが辞めることによって自民党が変わったなというイメージをある程度植え付けることができるっていう、うん、そういう計算は岸田さんの中にも自民党内にもありますよね、うんうん、うん。ではここが気になるところですね次の自民党総裁にふさわしいのは誰なのか、うん、ということも街で聞いてきましたえ今日ですね関西で65人に聞きましたえこちらランキングなんですけど1位は菅さんでした17人の方が菅さんがいいんじゃないかと答えました 続いて、小泉さん、石破さん、高市さん、河野さんと会ったんですけれども、うん、この面々は、武田さんは見て、どうでしょうかちょっと菅さん1位っていうので、私、びっくりしたんですけれども。 なんで、特に関西というか、大阪では菅さんの人気はいまだに根強いっいうことなんですかね。ただ、現実にはね菅さんは病気もされましたし、ちょっとやっぱりもう一度再登板というのは、本人はしたいんでしょうけれども、なかなか再登板というのは現実には難しいというのが、今のまあ菅さんの体調ですよねなるほど、はい、武田さんは、このメンバーで言いますと、どの人に注目をされていますか。 いやまあね、分かんないです、今度の自民党総裁選というのは、派閥がなくなって初めての選挙なんですよね。 したがって、本当に予想するのが難しい、まだ1か月以上ありますから、総裁選までは、うん、と非常に本当に難しいというのがあります、私も過去何回も外してるしね、だからね、<laughs> あんまり痛くないんだけども、うん、ただ、まあ、石破さんは5回目の総裁選の挑戦ですけども、あがなれば、やっぱある程度、自民党が変わるっていうイメージにはなるんじゃないですかね、うん、ただまあ、<ー>例えば、いまだに今度、結局、派閥を解消したことによって、最大派閥を率いてる、 麻生太郎元総理、うんはい、麻生さんなんかは、石破さんだけは絶対に嫌だというふうに動きますから、<ー>そうするとなかなか難しいのかもしれない、小泉さんだったら若いけども、ちょっとあの環境大臣の時のセクシー発言とか聞くと、この人大丈夫なんかやなというふうにも思います、うんうん、ただね、現実にはもうこの国会閉じてから、その小泉さんも石破さんも他の人も。 その高市さんとかにしても、ですねその何人か議員を呼んでは、有力な議員を呼んでは、食事会をして、自分が出たいっていうことを匂わしてるんですよね、だからその中でどういうふうに結局、塊ができて、そして9月の総裁選に向かっていくのかっていうことになります女性はやっぱり誰かが出馬してきて候補になると思います。今の現実を言うと高石さんにしろお あるいは野田聖子さんにしろ、推薦人を集めるのがなかなか難しいと言われてますから、どうなるか、ただ、推薦人を仮に他の人から貸してもらってでもで、やっぱこういうご時世ですから、女性はおそらく出てくるだろう、ただ、それが当選するかっていうのは分からない、それから上川陽子さんは一旦たん、ちょっと。 総裁選のレースから外れたというふうに言われてますけれども、上川さんもこれで岸田さんが出ないことによって、岸田さんの派閥だった上川さんも総裁選に出やすくなる、それから各派閥とかいろんな人の,そのなんていうのかな、バランスというか、思惑を考えると、上川さんというのは実に乗りやすいんですよねだから上川さんもこれから出てくるんじゃないかというふうに、私は見てますねもうあの最後に武田さん、誰が出馬して、誰が勝つのか、お願いします、予想。 <laughs> まあまあ、4人、5人出てくるでしょうから、はい、その中で、私はやっぱり今のところ、左右翼はなんだかんだ言っても石破さんだろうというん、これは石破さんだ、まあいつな総理大臣になってもいいという。うん 準備はできてますから今台湾行っててもう推薦人さえ集まれば出るということを今日言いましたから一番初めに手を挙げたということも含めて石破さんが左右翼じゃないかなというふうに見てますまた外すと思うけどいや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 注目していきたいと思います武田さんここまでの解説ありがとうございましたはい、じゃあ金曜日あさってもよろしくお願いします